どうも皆さん、イレブンナイン桜田ファミリーに出演いたします、ミョウハヤトです。役柄はですね、桜田家、大家族なんですが、そこの長男春尾でございます。ですね、前回僕は女王ヶ崎という役をやったんですけれども、まあ、今回ですね、その春尾という役をやるんですが、前回はですね、うちの杉野圭司というものが演じた役でございまして、まあその人柄がね、にじみ出てる役だったわけですね。僕今回この役をやるにあたり非常に嫌です。嫌なんですけども、まあね、他に、おっさんがいないということで、私、春尾をやらせていただくことになりました。ぜひ見に来てください。お待ちしております。頑張ります。